ショップフロッフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属する市場町。この市場町は、ホイヒトバンゲンとディンケルスビュールの間のロマンティック街道沿いに位置している。ショップフロッフは、西に向かって緩やかに傾斜したベルニッツ渓谷の草地や森に囲まれた環境にある。この町は、ミッテル・フランケンの生誕に位置している。 バーデンビュルテンベルク州のシュベービッシュハル群との宗教まではほんの数キロメートルである。この町は公式には13の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。北はフォイヒトバンゲン、東はデュルバンゲン、南はディンケルスビュールと境を接する。西はディンケルスビュールとフォイヒトバンゲンの市境である。 この村が最初に文献に登場するのは、1260年3月11日付の贈与証明書に遡る。この証文には、ウルリカスデスコフロックと記載されている。後に貴族が今日構えショップフロフホ家を称した。この村の起源を裏付ける書類は現存しない。ショップフロフホの社会史及び文化史にはユニークな特色がある。1634年頃、 30年戦争の時代にザルツブルクから逃れたプロテスタント信者たちがショップフロッホに定住したのであった。彼らは絵画や石材加工などの伝統的な職業技術をこの新しい故郷にもたらした。特に建設業は現代でも盛んで、1938年には住民の1、3が建設業に携わっていた。ユダヤ人たちは ショップフロッホの社会生活において、とても重要な役割を果たしている。ユダヤ人は14世紀にはすでにこの村に定住していた。長年にわたって、キリスト教徒とユダヤ教徒が共に生活していたため、国家社会主義の時代でもショップフロッホでは過激なユダヤ人排斥運動は起こらなかった。ユダヤ人は、現在も一定に4ヘクタールの広いユダヤ人墓地を有しているが、 この墓地の創設は1612年まで遡ることができる。ユダヤ人や、遍歴修行中のレンガ職人などと交流から、独特の方言であるラコウディッシュが生まれた。二つの大戦では、ショップフロフホに多くの犠牲が強いられた。1965年にこの町は、市場開催権を獲得した。1972年までこの町は、ディンケルスビュール軍に属していたが、 市長再編の時代にアンスバッハ軍に編入された。1979年3月に紋章及び旗がミッテル・フランケン行政当局に受理、承認された。ショップ・フロッフ・ホの議会は市長を除いて14議席からなる。ズンガラ、上部は黒地に銀の抜印。その下は銀と赤で斜めに5回繰り返し。農業主体の緑に囲まれた環境と2つの古い。 都市、ディンケルスビュールとホイヒトゲンのまさに中間に位置していることから、ショップフロッホは、グラナ・パンクトツ・ビッシェン・ミタロール・ダー・リ・カンシテトンというキャッチコピーを使っている。ショップフロッホは、伝統的なフランケンの社ク祭が開催される街である。この習慣は、異教時代のドルイドの風習にまで遡る。そこから何世代もの間、今日に至るまでこのきたりは引き継がれてきたのである。 特に注目を集めるのが、ショップフロッフホの内外で広く知られている、シャニクサイ教会メディーネの集会である。メディーネは、フランケンシャニクサイ連盟及び、ドイツシャニクサイ連盟に加盟している。メディーネとは、ショップフロッフホ方言である、ラコウディ社で、故郷を意味している。ショップフロッフホは、連邦アウトバーン A6 号及び A7 号線沿いの、交通の便の良い場所にある。 A6 号線のインターチェンジは、シュネルドルフ、ホイヒトバンゲン北、ドルフギューティゲン、アウラハ。A7 号線のインターチェンジは、ホイヒトバンゲン西、ショップフロフホ、ディンケルスビュールフィヒテナウが便利である。ホイヒトバンゲン北、ドルフギューティゲンインターチェンジまでは、連邦道、B25 号線を利用する。バイエルン鉄道博物館は、下記の日曜日に、ネルトリンゲンドムビュール線のネルトリンゲン、 おいトバン玄関で蒸気機関車や機動車 VT98 を運行させており、ショップフロフホ駅にも停車する。ネルトリンゲンでドイツ鉄道の路線と接続する。この市場長にはいくつかの中小企業が今日構えている。そのほとんどは金属あるいは宝石関連企業である。ラコウディッシュはショップフロフホの方言である。それはヘブライ語や 仲間内だけの隠語などが混ざり合った人工言語である。この言葉の起源は習慣を遵守するユダヤ人や遍歴修行中のレンが罪職人の言葉に遡る。その後、部外者たちも話すようになり、やがて他の地では通用しないという利点からショップフロ老法の商人たちが会話に用いた。特に年配の人はラコーディッシュをよく使っている。ありがとうございます。